皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。今日はカスタマの2021年を振り返っていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、今年2021年のドラッグレースってことで、振り返っていきたいなと思うんですけど、今年はとにかくシーズンが多くて、1月1日、もう年明け初っ端から、アメリカのシーズン13がスタートして、で、アメリカだとオールスターズ6も今年だったし、あと海外版で言っても、UK のシーズン2と3、カナダの2、オランダの2が放送されたのに加え、今年新たにスタートしたシリーズとしてダウンワンダー、エスパーニャ、あとイタリアのシーズン1も加わったので、何個あんの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 シーズン多分あるっていう、やばいよねお忙しいな1年だったわけですが、印象的なシーズンはやっぱシーズン13とオールスターズ6の2つで、その中でも特に印象に残ってるシーンは、私はあのデナリのリップシンク、一番最初のブリちゃんのやつの、あの If You Seek Amy っていう曲がもう大好き、でもシーズン13は今年ってことが信じられなくて、あれ今年何のシーズンだったっけ、まだ13みたいな、はるか昔みたいなね、本当にはるか昔で、なんで私覚えてないんだけど、あれ13って去年だったよねみたいな、どうしようみたいなまあシモンが買ったのとか昔のイメージあるよね。そうなの。セバちゃんは、俺はむずいな、もうなんかぶっちゃけもうあんま見てないシーズンもあって、今年に関しては、イタリアとか全く見てないし、てかカナダも見れないしオランダも見てないんだけど結局、まあだから見た中で言うと、まあ印象っていうよりは歴代で見てもいいシーズンだったなって思ったのは UK のシーズン2かな。まあ UK 的に言うとシリーズ2 はなんかすげえ良かった。クイーンたちもみんな好きだったし、あのチャレンジもすごいいいチャレンジが多かったなと思ったし、その毎週毎週のジャッジもこう首をかしげるジャッジはなかったような気がするし、UK 2かな。まあみんな良かったけどね。はいはい。I love Sasutama TV。今年のゲームワーク参戦。今年は残念ながら参戦なしということで。ゼロだね。本当にゼロだよね。俺もないよね。俺どこも行ってないよね。ハロウィン去年だもんね。だって、あ、そうだから今年現場参戦はなかったんだけど、なかったんですけど、なんか動画でも出した通り、キムチにお菓子を送ったりとか、クイーンとの交流は比較的できたかなと。そうだね。今年のね、キャメオとかね、今日キャメオもチャレンジしたし、あとなんか個人的にアクタンママが引っ越しするときに、なんかかすみからもらった手紙を発掘したよみたいなメッセージとかくれたりして、でそしたらなんかアクパパもなんか私のことフォローしてくれて、そうそう家族ぐるみでねぐるみって言わないか、ウケると思って、いや素晴らしいよ、素晴らしい。だまあショーとか行けなかった代わりに、そういうなんかよくわかんない根深い交流が生まれた年でしたね。生まれました。はい。で、あとまあ一応 YouTube ですし、このチャンネルサスタマの2021年も振り返ってみようかなと思うんですけど、やっぱりなんか、なんだろう、過去を振り返る系の動画が多かったから、来年はなんとかしてでも現場には行きたいよね。そうだね、そうだね、なんかもうこの部屋で喋る動画って多分みんな見飽きてるもんね。なかったないかな、わかんないけど、俺は飽きた。だからやっぱ外で撮りたいし、だからね、前の動画になるけど、カナダのショーも行く途中とか現場の様子とか動画に撮りたいなと思ってたから、開催されることを願うんですけどね。はいはい。まあでもとにかく今年1年終わってもチャンネルが終わってないっていうね。終わらないです。ちゃんとサスタマが今年1年続いたっていうだけでも素晴らしいことだった。ネタがね、ないのに頑張った。いや本当よ。ネタはあったんだけどね。何かしらのシーズンは常にあったから、ね。あ、それぞれの2021振り返って忙しかった。忙しそうだった。かすみは。忙しかった。なんか半日休みとか結構取れたけど。1日休みとか、まあ、取れなくはないけど、取ろうと思うと結構なんか調整とかが大変だったりとかしたから、来年はそれがなくなるから、もうちょっと今からワクワク
うんうん、あとプライベートは去年の年末にゴルフを始めて、だから約練習は1年ぐらいゴルフ行ったけど、なんか緊急事態とか出ててあんまりラウンドは行けなくて、だから年末にガッとゴルフ行って、また来年もゴルフしたいなと、あと海外旅行も行きたいなと。まあね、はい、そう去年も言ってたよね。うん。え、来年の目標は、もっとインスタグラムを更新すること、うん、あの、サスタマ用のじゃなくて、猫用のアカウントとかもあるから、ああ、いいよ、猫のアカウントも、猫のアカウントも更新したいのと、あと、TikTok、うん、で、なんかやりたいことがあって、ミーグリ動画を TikTok に載せてみたいの。ああ、はいはい。確かに、縦画面多いしね。だからあれ多分 TikTok に向いてると思うんだけど、ちょっとまだついていけてなくて。そう、もう TikTok は全くわからん。でもキムチとかすごい丁寧にあげてるから、うん、頑張ってみたいと思います。はい、てばちゃんは？俺まず2021年は、まあ、なんかそんなに忙しくはなくて、正直仕事も、まあ、コロナ禍っていうのもあって、まあそう、だから余裕があったからっていうのもあって、その仕事に忙殺されない一年だったからこそ、新しいことを勉強しようと思って、なんかオンラインコースみたいな3種類、うん、1年間で、コースを取って家で勉強したりとか、うん、あとはそのドラマとか映画とかを今までの人生でないぐらいめっちゃ見たり。え、それはあの仕事上じゃなくて、翻訳の仕事ってじゃないの？あ、全然。だって日本語字幕見てないもん。あと本を読みまくったり、とかっていう、なんかインプットに時間を割いた一年だったかなと。素晴らしい。あとまあ、去年に比べれば遊び行ったり、友達と集まったりとかってこともしやすい一年だったから、まあ、そういう意味で充実してました。はい。はい。で、来年は、だからまあ、そうやっていろいろ勉強してきたこととか、を活かして何か形にしたいなとも思ってるし、あと日本帰りたいな。あの、本帰国じゃなくて、一時帰国ね、一週間とかでいいから、はい、そうですね、日本帰って寿司食いたいし、うん、なんかこっちじゃ手に入らない食材とか大量に買って帰ってきたいし。え、何？例えば。もうずっと欲しいなと思ってるのはコンソメとか。え、コンソメ？うん。え、コンソメぐらいなら送るんだけど。あ、本当？送って、うん、あとウェイパーとかさ。ウェイパー？あの中華調味料っていうの。あー、はいはいはい。だから調味料系が欲しいなと思って。え、コンソメって売ってないの？売ってない。コンソメって売ってないよ、こっちじゃ。え？どうしてんの、コンソメがないと。だからなんか日本のレシピとか未だにちょいちょい見たりするから、そういうレシピに従って料理するときにコンソメって入ってたら、なんていうの、チキンストック、あ、なんか鶏のスープの粉みたいなやつで代用してる。うん、うん、あとパソコンも買いたいんだよね。え、また？またやっぱこれ良くないわ。だから。え、買ったんだよね、それ。まあでももう買って1年ちょっと経つからね。それで買い替えですか？そう、買い替えたくて。で、やっぱ大きい買い物だからさ、日本で買えば免税になるから。あー。そう、だからなんかそういうのは日本で買いたいなと思ってるっていうのもあって日本買いたいっす。じゃあ皆さん今年も本当にありがとうございました。ありがとうございました。良いお年をと、来年もよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。